皆さんこんにちは、ムカキンプロスペース研究家のフォルテです。今回はネットスタジアムが来ましたので、こちらのイベント攻略を解説していこうと思います。このイベントは自然回復のスタミナだけでは終わることができなくて、120ぐらいね、100エナジーをね超えてしまうかなと思いますので、なるべくエナジーをね消費を抑えたいというふうになっております。で、結構いろんなポイントを抑えるところがありますので、しっかりやってるかやれてないかで消費の差がかなり差が開きますので、ぜひともチェックしていただければなと思っています。このチャンネルではムカキン初心者の方向けにプロスピで役立つお得情報を発信していますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではやっていきましょう。ということで、イベント解説ですね。ネットスタジアムが今回来ております。ランキングイベントとなっておりまして、TS 第3弾の選手が当たる、イベントとなっております。このイベントはスタジアム、いろんなスタジアムがあるんですが、そこの中で試合をして集客数っていうのを稼ぐと報酬がゲットできるイベントとなっております。で、先に、まあ、攻略ポイントね、簡潔にまとめるとこんな感じにさせていただいております。一つ目、自操作をする。二つ目、育成オーダーでいいけど、代打をなるべく用意する。三つ目、ボーナスはすぐ上げる。四つ目、3倍ジャイは超熱湯、熱湯白熱で使う。五つ目、エナジー使うのは、ボーナスを上げ切った、かつ熱湯タイムがある時ですね。そして、六つ目が、熱湯タイムじゃない時、スタミナ切れの最後の試合の時は、試合を終えずに自動作画面のままキープっていうところになります。まあ、詳しく後でね、一個ずつ解説しますので、この後ぜひ見ていってください。で、まず報酬に関してですね、今回は TS 第3弾の選手が当たる契約書が集客数稼ぐことでゲットできます。1000万人で S ランク TS 契約書第3弾の選手が当たるようになっております。で、それ以降に関してはランダムボックスですが、この辺に関しては、まあ、ランキング走る方がこの辺はゲットできるっていう感じで、累計撤退勢だとこのランダムボックスをわざわざ追う必要はないといった感じになります。で、エナジー的にはね、前回127かな、かかってしまったのが OB 第3弾の時のネットスタジアムだったので、まあこの場合はね、全くガチャを引かずになったんですけど、それが一番消費エナジーが少ないんですが、127使って、ようやく S ランク TS 契約書っていう感じだったので、まあエナジー消費はするもんだと覚悟していってください。で、ご祝儀報酬っていうのがたまになんかランクアップっていうのが起こるので、まあそれ決まった数もらえる報酬なので、まあここはまあ運任せっていう感じですね。周回できるっていうわけではありません。で、ランキング報酬があります。今回2万位となっておりますね。で、前回ボードはこんな感じに一応なっておりますので、まあ参考にしていただいて、今回のイベントの進み具合によってランキングボーダー予想もね、明日、明後日やっていきますので、それも参考にしながら、どのくらいまでね、頑張っていこうかっていうところで走る目安をしていただければなと思うので、そこもチェックしていただける方は、ぜひチャンネル登録して動画をお待ちください。前回のボーダードの推移とね、比較して、そのペースであれば、このぐらいの最終になるよっていうところをね、前回比較で出すので、まあ大きな図ではないかと思われますので、お待ちください。ランキング走るとしたら、まあ2万円の TS 選択契約書。まあここがまあ一番人気で、1万円と2万円の差が、結構近かったら1万円狙っていった方が、限界突破1回分ゲットできるので、1万円を狙うのもおすすめっていう感じになります。で、A ランクの TS 選択契約書っていうのは今回いないので、そこは別に無理して走らなくていいのかなっていう感じなんで、基本は1万円か2万円を狙うのがおすすめとなっております。ということで、イベント攻略のコツ、一つずつね、解説をしていこうと思います。まず、ポイント一つ目、自操作を必ずしようといったところでございます。まあ、これは自操作をして活躍ゲージを貯めることで集客数がアップするからといったことになりますので、まあ、少しでもエナジー消費をしたくない方は、しっかり自操作をするのがおすすめとなっております。で、単純にゲージを貯めるだけではなくて、試合の打席結果とか投球の結果によって、その成績によってもポイント、集客数が変わってきますので、まあ、自操作をする、かつ、なるべくいい成績でね、終えるっていう感じになりますんで、活躍ゲージ700いてたとしても、もう徹底的にやる方だったら、それ以降もね、自操作のポイントのために、しっかりね、もう一回出番操作頑張った方がいいと思います。で、ランキング走る方に関しては全試合自操作って相当きついと思うので、まあ 100% 以下のスタジアムであれば、まあ自動を使ってもいいのかなっていう感じになります。はい。スタジアムに関しては後でまた解説します。で、二つ目、今回はオーダーは育成オーダーで OK といった感じになります。経験値がもらえますので、試合することで選手のレベルアップを図りましょう。で、ただ代打をなるべくね、二人は用意するのをお勧めしておりまして、まあ、先ほども言いましたが、活躍した時のね、成績次第でもポイントがそれぞれ個別で入りますので、そこでなるべくバッターだとホームランとか、長打打った方がポイントが高いので、そこも稼ぐために、他のイベントとは違って、特にね、自走作上手い方でもやっぱ、長打力っていうところで、強い選手をベンチに置いて、代打で使うのがおすすめになります。で、代打のポジションに関しては全く気にしなくて OK です。別になんかその後、守備適性悪くなったとしても、まあ別に結局勝ってくれるので、そこは全く気にしなくていいのかなっていう感じですね。で、念のために、チーム方針で、交代機のやつは消極的にしておいてください。そうしておけば、まあ、この強い選手たちが使われずに済むかなっていう感じであります。
で補足で言うと DH の選手に関しては1番に固定しましょう。もしね1番じゃない時だと結構ね1打席目だと DH 選手って代打出せないので、それだとちょっと困ってしまうので、まあ、1番に置いておけばそういったことがね基本ないかなと思うので、そうやってやっていただければまあもったいなくないと思いますのでやってください。で3つ目、ボーナスをすぐ上げようっていう話ですね。このイベントではボーナスをつけることで集客数のね、稼ぎ具合を、より促進することができます。ボーナス選手っていうのは、対象選手をね10人まで対象なんですけど、ボーナス値が高い選手から10名ね選ぶことができて、 DS の契約書からゲットした選手と、今回ボーナス対象のガチャからゲットした選手と、あと限界突破によるボーナス上げっていうのが存在します。で1つ目、契約書でのボーナス上げっていうのに関してはこの報酬からもらえるやつですね、 TS の契約書に関してはボーナスがついておりますので、今回はランダムの TS 契約書はすぐ開封をしていってください。まあ、早速忘れてますが、このね B ランク TS 契約書とか、あとね A ランクの感じなんですけど、そこもしっかり開封をしていってください。ね、今僕解説をしてて、忘れてたことに気づきましたけれど、皆さんはね、ゲットしたら即開封をしていってください。この開封をすることで、さっきはボーナスがついていなかったんですけれど、イベントページに戻りますと、今開封したことによってボーナスが加算されております。このようにね、ランダム B とランダム A に関しては即開封をしていってください。ただ、TS の選択契約書に関しては一旦保留しておいてください。これは S ランクで自分の狙いの選手が当たった時に限界突破にその選手に合わせることができるからっていうところですね。もし先に開封をしてしまうと、S ランク選手の限界突破に使えないっていうことがね、起きてしまう可能性が非常に高いので、基本はそこだけは保管しておくのをお勧めします。まあ、ただ即開封していい人の例もありまして、それが、ま、純正チームやってるっていう方ですね。まずそういった方はもうそのチームしか基本は欲しくないと思うので、まあ、もう合わせてね、即育成を始めて OK です。で、あとはすでに狙いの S ランク当ててしまってる方、ね、ガチャとかでね、当てて OK っていう方はもう A ランクも開封 OK です。あとランキングでもう取るのが確定している方ですね。S ランクの TS 選択契約書、これを取れるって確信している方は、即ね、開封して、どんどんね、ボーナス上げちゃってください。まあ、とりあえずボーナス選手に関しては自分の選手枠にちゃんと入れなきゃボーナスが反映されませんので、そこだけ注意してもらえばなと思います。ガチャを引いた方に関しても枠埋めをしてねプレゼントボックスに送っちゃってる可能性もあるので、そういった場合はしっかり選手枠に移すようにしていってください。で続いてガチャでのボーナス上げですね。ここでは TS の通常のガチャでもねボーナスがついておりますが、もうこっちはランキングを走る方が基本的には引くガチャとなっております。ランキングの走り方、ガチャの引き方の3通りっていうのをね紹介している動画もありますので、ランキング走る方はこちらの走り方動画紹介してますので、よかったら見てください。で累計撤退勢の方に関してはここではガチャを全く引かずに、おそらく次の月曜日ですね、まあ、金曜日に今 TS が来てると思うんですが、次の週明けの月曜日に A ランク確定のボーナス付きのガチャが来ると予想しております。こちらのガチャにもボーナスがついておりますので、ここをできればね3回引くのがおすすめとなっております。一応エナジー消費を一番少なくしたいっていう方であれば、このボーナスをつけることによってイベントでの消費エナジーを少なくすることができますので、基本的におすすめしております。まあ、ボーナスつくことで実質ねガチャ単発25エナジーですけど、まあ、実質10から15エナジーぐらいで単発ができるみたいな感じで、普通に A ランクがゲットできるっていう意味で非常にお得なガチャなので、この機会は無課金の方、エナジー使いたくない方もできれば、3回引くのがおすすめっていう感じですね。5回ぐらい引いちゃうとさすがに今消費が多すぎちゃうので、まあ、若干もったいないですが、エナジーでも余裕ある方だったら5回も OK で、基本は3回がおすすめで、消費を完全にイベントとガチャね含めて全部少なくしたいんだったら全く引かないっていう感じになります。まあ、ただね A ランク非常に大事なゲームですので、基本的に3回っていうのがバランスよくて引くのをおすすめしております。そして3つ目が限界突破でボーナスを上げる方法ですね。こちらはボーナス対象の選手に限ってなんですが、限界突破 B ランクでも A ランクでも S ランクでも限界突破することでボーナス値をねさらに上昇することができます。なのでボーナスを上げたい方に関してはしっかりと自分のね限界突破コースなのがこのイベント、こういうランキングイベントの時に唯一まあ使えるかなっていう感じなんですけど、 B 限突コーチと A 限突コーチ、このあたりねしっかり使っちゃってください。まあ、ガチャでね狙いの選手 S ランク当たった方は S の限突コーチをねもともと使う予定であればそれも使っちゃってもいいかもしれません。まあ、基本は B と A ですかね。ランキング走る方はこれをしてください。でもし今後ねランキング走る予定が全くないっていう方であれば、累計撤退勢でも限界突破もおすすめします。で使わない人としては逆に、今後ねランキングこの後で欲しい選手が来たらランキング走るよっていう方に関しては使わない方がおすすめです。まあ、僕は TS だと宇都宮投手が来てくれたら走りたいなと考えていますので、まあ、全然今ないですけれども、はい、限界突破コーチはその時に使おうと思うので、僕は温存していこうと思っています。
続きまして3倍試合の使いどころですね。このイベントでは試合するときに通常の等倍と2倍と3倍っていうのがあります。まあ、2倍は別に使わなくてもいいかなって感じなんで、まあ、通常か3倍かで考えてください。やっぱりそのボーナス値が高いスタジアムでなるべくねこの3倍試合を使った方が効率的に集客数をね稼ぐことができますので、その使いどころが大事になっております。今回は超熱湯、あと熱湯と白熱、このスタジアムで3倍試合を使うのをおすすめしております。これがねそれぞれ超熱湯が 300%、 熱湯が 200% で、白熱が 100% なんでしょぼって思うかもしれないんですが、自走査することで結果 300% になるスタジアムなんですよね。これ活躍ゲージごとにねそのパーセンテージ見ていただくと分かると思うんですけど、自走査のゲージを貯めれてるかでスタジアムボーナスが上がってることが分かると思います。結果的に700まで活躍ゲージを貯めれてる方であれば、白熱っていうのは実質超熱湯と同じになりますので、ここも3倍試合を使うに値すると思っています。5つ目、エナジーを使うタイミングですね。ランキング勢の方に関してはもう基本的に時間がある限りね、もうひたすら頑張っていただいて、とにかく先行逃げ切りっていうところで、まあ、タイミングもクソもっていう感じだと思うんですけれど、累計徹底勢の方は注意が必要で、ボーナスが上げきってるかつ熱湯タイムの時にエナジーを使うのを意識していってください。基本的に累計徹底だけだと120ぐらい、まあ、A 確定ガチャをね引いていけば、まあ、100以下とかもっとかな、結構少なくすることができると思うんですが、どっちみちエナジー消費をねしてしまうと思います。なので、いかにね、ボーナスが高い時にやる。で、しかも、熱湯タイムっていうのがありまして、この熱湯タイム中は、強い、パーセンテージが高いスタジアム出やすくなるタイミングですので、まあ、このタイミングで試合数をたくさんこなすことが大事になりますので、まあ、こういったタイミングでやっていただくのがおすすめっていう感じになります。まあ、なんで、基本的に序盤に関しては、イベントではエナジーを基本は使わず、まあ、3倍試合をね、どうしても寝る前に、出てきちゃったとかね、そういう超熱湯が寝る前に来ちゃったとかであれば、まあ、使っていいと思うんですけれど、まあそういう微妙なのがなければ基本的にはエナジーを使わず進めていって、まあ契約書もある程度引き切った。で、あとは A 角ガチャも引いたよっていうタイミングになったら月曜以降かな。月曜以降とかからちょくちょこね、使い出していくのがいいのかなと考えています。で、最後6つ目ですね。これはまあ細かい話なんで、めんどくさい方はやんなくてもいいかなっていう感じなんですけども、徹底的にやりたいっていうね、もう無課金、俺もう超自称ガチ勢だぜっていう感じの人であれば、これもやっていただくと少しね、少しでも差が出るのかなっていう感じで、ネットタイムをより活かすっていうところですね。やっぱネットタイム時間制限があるので、なるべくその一番最初スタミナがマックスの状態でネットタイムが来てくれたら、一番好都合ですよね。よりそのタイムを活かせるっていうところなので、そのためにやるやつですね。まあ、これはまた修正があったらまたちょっと報告するんですけど、とりあえず前回もできたのがこれで、熱湯タイムじゃない時にスタミナ切れの最後の試合ですね、今23とかのスタミナの時で一番最後の試合で試合をしましたっていう時の話なんですが、その試合は自走査の画面から終わらずに一旦その画面のままキープして、次スタミナがマックスになってからまた次の画面に移ってください。はい、そうすることで運が良ければなんですが、たまたま熱湯タイムガチャがね、そこで当たったら、そこ熱湯タイムがスタミナマックスからスタートっていうことができますので、それをやってもらっていいかなって感じですね。まあ、これは自走査画面が終えた時に熱湯タイムが来るかっていうのが決まるんですね。そこでガチャが行われますんで、まあ、それを利用してっていう感じになります。やんなくてもいいかもしれないんですけど、まあ、結構こういう小技ね、好きな方いらっしゃいますので、一応紹介させていただきました。仕様が変わってたら、また即ね、報告しますので、はい、お待ちください。ということで本日は以上にさせていただきます。これでまあ契約書引いて今回も終わりにしたいと思います。まあ、昨日ね、非常にやばい生配信をね、やってましたけど、まあちょっとガチャガチャですけど、生配信もちょこちょこやっていけれたなと思うんで、そこで皆さんのね、まあ、質問とか受ける時間にしたりとか、いろいろとね、話をしていこうと思いますので、よかったらそこもね、遊びに来てくれると嬉しいです。というわけで以上になります。ね、講談達人とかもありますけど、一緒にね、頑張っていきましょう。無課金初心者の方向けにプロスピで役立つお得情報を発信していきますので、よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。Twitter では YouTube で話しない最新情報の補足のツイートとかもしていますので、よければそちらもフォローしてみてください。概要欄にリンク貼ってます。では、ご視聴いただきましてありがとうございました。